いや、大丈夫やから。ここで襲われたことないから俺、いいよ、帰って。ほんで、もっと言ったら俺そこ嫌やねん。この晒しもんやん、こんなん。めちゃめちゃ空いてるやん、今日なんか。あそこ座らしてよ、あそこなあ。いや、なんかそのこうやってるけど、今何を見てんのそれ。何にも来てないから。ここ。すいません、失礼します。いや、まあその動線よりこの状態が今一番危ないっちゃ危ないけどね。ここはもう全然ええねや。なんかここはもう襲われへんっていうことになってんねや、俺は。だからこれが終わってから案内してよ、それだったら。俺またなあかんねん、いつもこのお客さんが最後に聞くやつ俺聞いちゃってんのよ、いつも。ポップトークショーが始まるよ。ポップトークショーが始まるよ。川原ゆりやんのね、トーク、みんな大好きトーク。今日は遠くから来た人も楽しんでね。遠くの人も近くの人も心は遠くショー。いやあかんやん。あ、なんか始まった。急に始まりました。トークですか。あ、どうも、皆さん、私川原言います。そうですね、皆さんが今目の前にいる、皆さんの目の前にいる川原、いますよね。ちょっと手を挙げてもらっていいですか。はい、この川原、この川原の1日前の川原です。改めまして、よろしくお願いします。どうですか、未来の川原ね、皆さんに迷惑かけてませんかね。けんちゃんよろしくね。かかってますよ。けんちゃん。迷惑かかってます。またね、あの川原はどうせね、当日の未来の川原はあのけんちゃん目の前にしてどうせ甘えられずに、甘えた声を出せずにいると思うんですよ。ちょっとプライドとかあってね。いや別に甘えなくていいけど。僕はね、過去の1日前の川原はね、部屋でゆっくりしてるからね、ケンちゃんの顔を浮かべながらね、ケンちゃんって明日頼むねって、ね、妄想してるんですけども、ね、ね、過去の川原がね、もし未来の川原が迷惑かけてたらね、過去の川原、私がですね、先に謝っておきます。ごめんなさいって。もうそれ止めて喋れや、はよ。おんねんから。迷惑かけてると思うんですけど、ね、受け狙いでね、川原受け狙いでなんかね、たくさんなんか変なこと言いますから。けんちゃんね、けんちゃんよろしくね。いやー面白かった。あ、面白かった。いやー面白かったね。まだね、第3回川西くんで、はい、やりたいなと思うんですけども、もう許してくれ。今度は全く違った形でやりたいなと思うんですけども。なんか埃りついてますよ、僕。え？あんた。
あ、すいません、失礼しました。